おはようございます。と言っても10時50分ぐらいかな。ちょっと出遅れた。なんか寒いかなと思ってたら暑くなってきてね、速攻準備して、コントビーチにやってきました。いつまでも続くコントビーチの、映像を毎回ご覧いただきましてありがとうございます。じゃあいつも通りコントビーチのね、サスの方へ渡って、行きましょう。はい、じゃあこの辺で、90度右折して北へ向かっていきます。石垣島の方へ、ね、向いていくわけですね。深さは腰ぐらいで今日は余裕ですね。まあ、最短距離を行っても良かったんですけど、まあ、なんとなくですね、なんとなくあまりどっちみち後で泳ぐんだけどあまり濡れたくないっていう気持ちが。横見るとほら、ここに海底の色が変わってるとこ、これがサスと普通の海底との境目ね。はい、今日はですね、中潮で、満潮が9時50分ぐらいだったかな。今はもう11時近いんで、満潮から1時間ね、到着、過ぎてます。これからどんどん引いていきますね。中潮っていう日はね、まあ結構引くんで、このサスの状態が、からさらにもっとね、潮が引いて、もう、一面砂漠みたいになると思いますね。今日ベタ投げなんですよ。風がね、1メーターから5メーター。南風ね。サトルアイランド到着です。満潮から1時間過ぎてもこんだけ引いてるからね。今日ね、干潮夕方3時か4時ぐらいだったかな。相当引くと思うよ。はい、現在の時点でのサスのね、先っちょの方ですね。いい感じだよね。じゃあ向こうへ向かってちょっと散歩しようか。もうふわふわ。
気持ちいい。まっすぐ入るんだったら濡れないように来る意味もないね。まあでもこの瞬間が気持ちいいんだよな。この高さから見るこのサスの感じもねいいんだけど、逆光だからねちょっと暗く見えると思うんだけどね、すっごいいい感じ。あーいい感じだね。はい、じゃあ今日はあれをいただこう。コアップガラナ、お客様にいただいたものですね。じゃあいただきます。お酒じゃないよね。あ、清涼飲料水、うん、いただきます。ああうまい。ガラナってことはあのガラナでしょ。この間初めてガラナの実がなってる状態をツイッターの画像で見たんですけど、気持ち悪いんですよね。あの僕の嫌いなあのキャラクターと同じミャクミャク様っていうやつ、あんな感じなんですよ。ほんと気持ち悪いんですよ。美味しいんですよね。ありがとうございます。コアップガラナ、水のある方にちょっと移動しようかな。今ちょっと移動してきた。やっぱり中潮だとどんどん潮が引くね。まあ大潮だともっとね引くんですけどね。いやそれにしても今日のベタナギは最高っすよ。すごい、ほら、まあ、ちょっとね薄く空が曇ってるんですよね。あれね、今小浜港から出てきた八重山観光フィリーさんのアヤパニかヤイマ、どっちかわかんない、多分アヤパニかな。西表にも雲かかってないし今日最高だろうね。いや俺こういうとこで運使わなくていいからさ、なんかもうちょっと大富豪になれるとかせめて結婚できるとかさ、そういうことに運を使いたいなと思うんですけど、まあでもいいか。魚も全然いなかったね。全然魚いない。今日ねちょっと面白いもん持ってきたんですよ。これね551のね、保温バッグっていうの。お、まだあったかい。ほら見てこれ、お客さんからいただいたんですよ。ありがとうございます。これ551さんのせいろ、まあ、1個用のせいろなんですけど、まあ、電子レンジで使えるやつなんですよね。でそれでじゃーん、ふーん、じゃあこれいただきます。家で熱々に蒸してきました。まだあったかい。おほら、じゃあいただきます。最後の1個なんですよ。最高。
うまい。最後の一個がなくなっちゃう。ほんとうまかったこれ。はあ、最高だ。551のね、あの豚まんをね、あの4ついただいたんですけど、あまりにうまくてね、バクバク食べちゃって、最後の1個だけ残しておいて、だけどせいろも使いたいから、マックスバリューのね、ネットスーパーで売ってる、まあ、肉まんとかを買ってみたんですよ、いくつか。そしたらやっぱりね、まあ、今更こんなこと言うのもあれだけど、551と比べ物にならないですよね。うまいっすね。すっごい潮干だね。今1時だ。今1時なんですけどね。はい、中潮だとこんなに引くんですね。あ、向こうもすごいよ、ほら。これぐらい引けばもうちょっと沖まで、ね、泳ぎやすいから、もう一回泳いでみる。お客様からいただいた、台湾のお土産ですね。台湾のアップルソーダ。漢字だらけで、何
書いてるのか全然わかんないね。多分英語圏の人が日本のもの見たら、まあ、こんな感じなんだろうね。じゃあ台湾のアップルソーダいただきます。あ、美味しい、美味しいな。やっぱ日本のと違うね。まあ、国が違うから違うのかはそれはちょっと分かんないけど、美味しいこれ、うん、初めて飲むアップルジュースですね。なんか台湾の人が作るだからか、なんか味が優しいですね。あ、美味しい。いや久々にね、中潮の干潮時に泳ぎ行ったからちょっと沖まで行けて、まああのね、怖くない人はどんどん行けるんですけど、まあまあね、あの魚が見れましたね。あのカワハギかなんかの群れね、コンドイビーチの沖で見たのは初めてですね。他の島の周囲にはいっぱいいるんでしょうけど、なかなかね、竹富ではね、すっごい広くなってる、もうこんなに引いてね、幻の島もはっきり見えるし、あの座礁船のね解体作業 もはっきり見えるし、果汁含量未達 10% って書いてあるの、これもしかして 10% に満たないっていう意味の表記なのかな。じゃあ帰ろうか。今2時30分ですね。帰って片付け終わって3時過ぎて、昼寝しよう。